スイートしようぞ。スイート絶対、絶対おかしい。呼べよ、チル。まさし。絶対。まさしさん。まさしさん。あ、まさしさんですか。え、まさしさん。刀はブレードどこ行った。俺、まさしじゃないよ。じゃあ、まさしさんじゃないって。ヴァンパイアハンターですよね。違う。あっちがキャラ強烈すぎて、俺、上書きされかけてるんよね、もう。話ちょっと言ってること恥ずかしくなってやめちゃったんです。いや違う。あれ、あなた お名前はなんか薄々あれですけど。ナオフィー。私思考シャンクスと言います。はいはい。思考シャンクス。また今度は一緒に建築やろうな。シャンクスさん。あ、シャンクスさんなの。初日ぶりですね。何をやってる方なんですか。釣りですけど。嘘や、マジかよ。いや本当ですよ。嘘や。聞いてください。はい。釣りやります、ね、一緒に。え、ほんまに？え、志向さんは何、釣りだけやってるのは？僕は釣りだけですね。え？ほんまに？海宮フィッシングクラブ。そうなの？知らないですか？知らないです。あります？え、入ろうかな。私は入れてくれないんですか？いや、そんな入れてくれないんですかって言われたら入れます。ちょ、やばくないかこれ。え、なんでですか？ああ、そっか。あ、すいません。俺の思い違いか。これ三人目です。釣り。いや、この人は落ちます。落ちる。審査落ちです。ボケですか？はい。なんで？まずシュノーケリングみたいなゴーグルしちゃってるんで。いや違う。これね、あれなのよ。もうシャンクスさんがすごい。ああ、でっこりキス。ああ、すごい。ああ、すごい、シャンクスさん。あれ、シャンクスさん、もしかしてそういう感じ。いや、違いますよ。いや、ああ、シャンクスさん。ええ。何してんの。そっちもいけるんですね。そういうタイプなんですね。こんばんは。え。あ、こんばんは。あなたは確か。はい。偽名を使ってます。僕、ヴァンパイアハンターじゃないですよ。今だったら私言いませんよ。え？はい、内緒にしますよ、ちゃんと。いやいや、僕はこのコントの世界した世界を買いに来たんですよね。いや、ヴァンパイアハンターではありません、私は。あ、違いますか、すいません。はい、すいません。なんか、素材いりますか？何持たれてるんですか？100個ぐらいだったらラバーありますけど。え？スティックが10ぐらい。いくらですか？スティック、今15ぐらいなんですけど。それは何個で15万ですか？いや、スティックは1個で15万です。あれ、ちょっと待って、相場知らないんですか？はい、まずスティックがわかんないです。え、嘘でしょ？はい、スティックって何ですか？え、この町、いつから来たんですか？いや、ちょうど1ヶ月であります。いや、絶対知ってるやん、じゃあ。いや、知りませんよ。え、スティックって何ですか？プラスティックのことですか？いや、プラスチックじゃなくて、スティック、スティック ?USB みたいなやつですよ。USB? いや、わかりませんね。本当に釣りしかやってないんですか？そうですよ。何しに来たんですか、ここに。釣りしに来ました。違う、このクラフトですよ。あ、これですか？はい。あ、このクラフトはですね、はい、ピストルコンペンセーターを作ろうかな。悪いことやってますやん、じゃあ。いや、なんかそのレベルだけとりあえず上げておこうかなと思いまして。ちなみにピストルコンペンセーターを作ったと何作ったらいいと思います？何を目標にしたらいいんですか？悪いことをしてますか？いや、私は悪いことしてませんよ。何かあった時に対応できるように、こう、90度を上げてるんですよ。魚釣りのために。あ、なるほど。船買いたくて。でも魚釣るぐらいだったら、この武器クラフト上げる必要全くないですね。そうなんですか。はい。まあでもね、これからは多様な人材が必要されてますから。まあ確かに。あ、資格試験と一緒のような感じで。あ、そうですね。海賊ですもんね、だって。はい、そうです。それだったら1万ぐらいあげたらヘビーピストルとかがやっぱりピストルの中で一番いい。1万ぐらいまで。1万が当座の目標なんですよね。そうですね。まあ、1万いって、ブルパップ MK2 っていうのが一番良かったのかな、銃の中で。ブルパック MK2?ブルパック MK2。ブルパップ MK2。ブルパップ MK2。はい。こんなものがありますか？ないですか？ちょっと待ってくださいよ。あれ結構。あ、あります、ある。ブルパップ MK2 ありました。それが多分、銃の中で一番いいってなんかこの前聞いたような気がする。
そうなんですね。はい。詳しい、悪いことします？あ、僕ね、悪いこと9月からちょっと始めたんですよ。じゃあ最近ですね。はい。あの、今のところ勝率 0% です、私。勝率っていうのは強盗とかそういう。あ、そうです、そうです。一回も逃げ切ったことありません。ああ、もうそれはもう警察多いらしいですから仕方ないです。そう。なんか、この前コンビニ強盗したんですけど、はい。ヘリ1台、パトカー4台の9人で来たんですよ。ああ、それは、ペッツを恐れすぎてる、それは。あ、俺は恐れてるのか。そうですよ。じゃあもうちょっと頑張ろうかな。頑張ってくださいよ。はい。ちょっと、向いてないって警察の方にずっと言われてるんですけど。そんなこと、警察が決める権利ないでしょ。みんな警察向いてないのに。ね、うん。うん、警察はみんな向いてないですよ。あ、確かに。警察も結構、ポンコツな方多いですよね。多いですよ。全員ポンコツです、あそこの組織は。なんでそんな詳しいんですか？釣りしてたらわかります。いや、わかるわけないよ。釣りしてたらわかります。すごい、さすが。さすがシャングズさんだ。恋愛事情。知らないですか、警察署内で恋愛事情、社内恋愛、社外恋愛含めみんな犯人じゃなくて恋の方を追っかけてるんですよ。はあ、しょうもねえ。しょうもないでしょ。はあ、恋愛にうつつ抜かしてるんですか、あいつら。私はあの川で恋を追いかけてますけどね。はあ、何でしたっけ。なんか売るって言ってくれたんですけどね。はい、あ、大丈夫？大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ありがとうございます。あ、ありがとうございました。川で恋追いかけてますけどね、だって。初対面だよ。ほぼ初対面だよ。アーマード庫はちょっとやれたらいいな。今一応アップデートを踏んでる、裏で。でもなんか40ギガぐらいかかるらしいから。ん、あ、こんにちは。久しぶりだな。ありがとうな、フェスの時はカメラしてくれて。いや、だからそっちちゃうって。立ち仕事できつかったと思うから。いや、ヴァンパイアマサシと仲いいの？5年は違うな。あ、ごめんなさい、間違えました。俺ヴァンパイアハンターマサシじゃないからね。すいません、本当に。そう、でも今度ちょっと蹴りつけようと思ってね。見つけたら教えてほしいんだ。勝負を仕事を。そう、勝負を仕掛けたいのよ、あの人に。何の勝負すんの？もうなんか対マン仕掛けたいのよ。どっちが本物のケッツンか本物のマサしか勝負したいんよね。わかった、じゃあ俺、うん、見届け人になるよ。あ、ほんま？うん、ちょっとしばきあげたいから見つけたら教えてほしい。多分パッキャオ対メイウェザーより金儲かるじゃん。ほんとかな。ケッツンさん、ん、こんにちは。こんにちは。あれ、あなた誰？シャンクスです。何してんの？名前言っただけで笑うんですか？いや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 、だって全然見た目変わってるから。ああ、いや、今日はあれ就職活動で。就職活動？はい。ああ、釣り人辞めるんだ。ちょっと真面目に働かないとなと思って。へえ。いや、でもこんないい車、釣り人だけじゃ稼げないでしょ。いや、そうなんですよ。うん、でもちょっとお願いがあるんですけど、はい、1分だけこの車に乗ってもらうことできますか？あ、いいですよ。いいの、こんなかっこいい車乗って。あ、いいですよ。ちょっと私今から一瞬消えて戻ってくるんで、うん、え、ちょっと待ってもらっていいですか？いや、いいけど。え、これメイソ、これ盗難車もしかして？復活の祈りを捧げよう、マスター。何を呼んでるんですか？あ、今我がマスターを召喚しているところでございます。はい、なんか強制瞑想かな。はじめまして。はじめまして。私、ケッツン太郎と申します。私はイルマンというよ。イルマン、何をしていらっしゃるんですか？ごめん、ケッツン。お、我がマスター、お帰りなさい。ケツは悪いことしないの？悪いことしたい。あ、そうなんだ。うん、したいんだ。そう、どっか所属してんの、ケツは？うん、全然。あ、個人で悪いことしてんの？そう。所属する気はないの？いや、所属ね、しようかなって思ってるんやけどね。ああ、なんか俺ポンコツなのよ。まあ、いいやつじゃねえか。ポンコツすぎてね。ああ、ちょっと力になれるかわからんから、ポンコツギャングみたいなの探してんねんけど、なんかなさそうなんだよな。もう少しでできるらしいぞ、そういうの。え、マジ？ああ、え、ガチ？ああ、ガチ。え、できたら教えてくんない？そこ。分かった分かった。マジかよ。ああ、ちょ、俺さ、うん、ちょ、内緒にしといてほしいんやけど、うん、あの警察で最弱の綾波霊って知ってる？うん、知ってる。俺あいつにガチでチェイス負けたん。
結構純度高いな。あいつなんか初検挙だってクソ喜んどったよね。あそうだ、俺ガチでヤバいんちょっと。でも俺スタートがそこやけど成長率は半端じゃないと思うね。俺と同じタイプだな。え、ポンコツなの？そうだ。嘘、そうだ。ああ、え、めっちゃできるオーラ出てたやん。ポンコツなやつそういうんだよね。そうなんか、うん、そうだろう。じゃあそのポンコツできたら教えて本当に。分かった。オッケー。あ、連絡先ちょうだい。ちょっと待ってくれよ。あ、待つ待つ待つ。ガセシギって名前でやってるから。ガセシギ？あ、ガセシギ。あれ、ちょっと待って。ヘラシギ。あー、なるほど。あー、いるんだよな、そのパチモンやるやつ。誰もいない。うん、言わない。ヴァンパイアハンターマサシとか。あー、そう、あいつね、ケッツンに憧れてるらしいんよ。あいつしょうもないよな、俺の真似ようすんのよ。あ、そうか。そうそう、うん、だから見かけたら芝居といてほしいんよ。了解だ。うん、芝居とか。うん、ありがとうな。あ、もうこれ乗らんくていい。あ、大丈夫だぞ。あ、オッケーオッケーオッケー。ほな、またね。うん、またな。はい。おい、ポンコツギャングできるってよ。マジかよ。あれ、なんか今日また進んだな。